石巻港に係留中のパナマ船籍の貨物船エバーフェリシティには運輸安全委員会の船舶事故調査官3人が立ち入り調査に入りました。この貨物船では今月20日、荷役作業をするために船の倉庫に入った男性作業員2人が二酸化炭素中毒になり、このうち1人が死亡し、1人が軽傷だったものです。2人が倒れていた倉庫には、密閉空間で酸素を吸収しやすいパームヤシ殻が積まれていました。今日の立ち入り調査では、安全管理に問題がなかったかなどを調べました。